レンジャー、皆さんこんにちは。レンジャー鶴田です。今回はミリタリーワークスの元空挺団の木村さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回話すテーマについてはですね、最近すごい現役自衛官の不祥事がニュースでよく取り沙汰されているということで、自分たちの、いた時に起きたことだったりとか、今起きている事件について話をしていこうというふうに思います。何かありましたか、あの木村さん現役の時は。僕はそのパワハラで処分されましたからね、はい、そうなんですか。はい、超絶有名だったんですよ。金魚事件って言って、金魚事件、はい、大問題だ。簡単な話、金魚を後輩に飲まさしたんですけど、飲まさそうとしたんですよ。面白いことしたいっていうんで、ちょうど夏祭りで、昔は2日間土日ありましたね。休憩室に金魚が吊るされてあったんですよ。で、酒も入ってるんで、こっちお祭りでなんか取った金魚みたいな、はい、で、打ち上げみたいにしてたんです、はい、でちょうど新人君が戸締まりに来たんで、はい、一緒になんか飲みたそうだったんで、練習飲もうかって。で、お酒をその時は飲んでた、空挺団で陸曹になりたいな、ちょっととりあえず上に好かれないといけないから、おもろいこと できないと厳しいよと、なるほどなるほど、一発芸ぐらい持っとこうと。で、ちょうど金魚かかってたんで、はいはい、で、そのまま口に入れたんです。飲めないんですよ。って吐いて、はいはいはい、金魚ペタペタペタって床でなったんですよ。ああ、なるほど。ピチャ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 。こんなこと、はい。で、僕のラグビー部の後輩、当初後輩、いたんですよ、はい。そいつに飲めって言ったんですよ。はいはい。で、そいつも、こっちまで入れたんですよ。いや、飲めないっす。飲めない。お前はしょぼすぎるやつ。俺が飲んでやる。普通に飲んで、飲んだんですよ。大爆笑ですよ、飲んだから。ほんまに飲んだぞ。やばいぞと、うん。受けてるやろと。これをやればいいだけやん。お前ら飲めと。俺が飲んだんだから。で、もう一匹いたんで、僕のラグビー部の後輩は飲めなかったですね。でもその新人君は飲んだんですよ。へぇ、で、ギャーギャー面白くなって、はい、そのまま夜遅くまで飲んでたんですよ。で、次の日トイレ行って、金魚は出てこなかった。消化したんかなと。絶対そいつに聞こうと思う。トイレ、どうやった？ああ、なるほど、なるほど。なんかそいつ、いなくて、あれ？どこ行った？と思ったら、朝の点呼の時に職場に行きたくないですって言い出してたらしくて、はい、でもそのまま当直室かなんかどっかにいたみたいで、二度と会ってないんですけど、そのこと。なるほどです。そこが大問題。みんななんかね、聞くと鍵閉められて、事務所に閉じ込められて、金魚に飲されてとかって、なんかもう僕、はいはい、拷問みたいな感じにされたみたいになってますけど、はいはい、鍵も閉めてないし、はい、めちゃオープンやったし、しかも俺も飲んでるし、なるほど、ちょっと違うなと思う。処分です。9人ぐらい処分されました。それはもう、そこにいた人全員処分。その処分はどういう処分になったんですか？僕、停職です。停職。停職になったのは木村さんだけ。停職になったのは僕だけですね。傍から聞いたら、今で言うも本当にパワハラですけど、うん、大爆笑ですよ。僕がいた時も、そういうので、受けを狙うみたいな文化としてあります。それこそ、全裸も。全裸も多分、今、強制でやらされたら、多分、余裕で問題になるじゃないですか。もう僕とかも喜んで、脱いで受けるんだったら、脱ぎますよみたいな感じで、脱いだりとか。簡単っすね。そうですね、うん。そんな感じだったんですけど、完全なるパワハラということで処分を。そうっすね。なるほど。未だにパワハラじゃないって僕は思ってるんですけど、しょうがないっすね。うん。下の子からしたら、その自衛隊の階級が逃げられなかったみたいな感覚があったんですかね。なんか金魚事件として空挺団で語り継がれてるかもしれないっていうことで、そうですね、なるほど。その時知ってる人たちはもうほぼほぼ最先人とかなってるんで。他にも周りでもなんかパワハラとか、僕のあの同期で YouTube にも出てもらったんですけど、ソルジャー塚本として出てる子は、僕の部隊のその上司がどっちかというとセクハラというか、セクハラ？なんかゲイっぽい先輩がいて、アイロンとかを置いてある机とかでやるじゃないですか。うん、その時に後ろを通る時に大体お尻とかをさって触られたりとかするんですよね。最初はみんなにジャブを打つような感じで、みんな多分触るんですよ。で、それの反応を見て多分相手を選ぶと思うんですけど、やめてくださいみたいな感じで言ってるんですけど、やめてください。ソルジャースカウトは多分違う反応をしたのかわかんないですけど、そこからえらい気に入られちゃって、最終的にそれが怖くて逃げたんですけど、外出して、もう帰ってこなかった。そのまま自衛隊も辞めちゃったんですよ。原因は、その上司から夜に、俺の部屋に来いとか言われたり、点呼の後に部屋に来いとか、結構呼ばれてたのは僕も覚えてるんですけど、ね、そういうのがあって、怖かったですね。マジモンでちょっと怖かった。でも自衛隊ってやっぱり気持ち悪くてもなんかぶん殴ったりとかそんな感じじゃないんで、誰にも言えないみたいな。同期は聞いてるんですけど、とはいえ僕らも全然上の先輩なんで、やめてあげた方がいいと思います。全然言えない感じだったんで、で最終的にそのまま逃げちゃって、
逃げてそれだってうやむやになる。その人はだってまだ現役でいるってことでしょ。そうです、そうです。なんでもしかしたら今違う人が標的に被害を受けている可能性があると、はい、性癖やから治らない人だ。しかも男まみれですから僕の周りはそんなにいなかったです。よく聞くっちゃ聞くじゃないですか、はい、自衛官ゲイいるんですか、はいはい、俺の周りにいなかった。うん、違う駐屯地の有名なゲイの人がなんか訓練でここの板妻駐屯地に来てる、僕らも訓練で板妻駐屯地泊まるからみんな気をつけろみたいな、そういうのが ありましたよ。なんかめっちゃ見てくるらしいよお風呂場でみたいな。ただそこからどうやってこう引っ張ってくるかっていうのは結構大変なんでしょう。これ、ね、気持ち悪いって言ったらダメなんでしょうね今の、はい、こっちもダメじゃないですか言ってみりゃ。確かに今も昔よりもやっぱりこう厳しくなってきた感じは僕はします。犯罪というか結構なんか物を盗んだりとか、はいはいはい、そういうのも結構多いじゃないですか、うん、なんかそういう人ってなんかいたりしました。いましたよ僕盗まれたんで。あ、盗まれたんですか、ね、はい。どういう状況で、どういう状況、 A 内で。それはお金を取られてます。貴金属でも僕共有してたんでネックレスとか、あ、なるほど、そいつが借りていってるんだと思ったんですよ。なるほどです、はい、でなかなか今回帰ってけへんなと思って、はい、聞きに行ったら、はい、え、借りてないよ、取られたんかなと思って、はいはい、もう 2,3 週間経ってたんで、まあ、そっから一応仙人と言われる人に言いに行ったんですけど、あ、はい、今更言うなんて、まあ、でもその時泣き寝入りしたんですけど、はい、ちょっと後に、はい、まあ、それが多分味を占めたんでしょうけど、まあ、僕はその後盗まれてないんですけど、はい、まあ、クレカとか抜かれて捕まってました。俺のネックレスもお前やと思う。まあでも大体帰ってこないですよね、もちろん。大体まあ常習犯になりますけど。そうですね。ただなんかやっぱり今何がしんどいって、はい、訓練どん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 増えてます。で自分らで増やしてるじゃない。結局計画自分たちで出してるし。訓練計画は、うん、はい、ね。自分らでしんどくして自分らで負のスパイラルに入って、うん、でまたしんどいからって自衛隊みんな辞めて、それは辞めるよねっていう、人数少なくなったらさらにしんどくなるし、うん、でそのしわ寄せあと現役自衛官に自衛隊見直した方がいいかなと僕は思うんですよ。なるほど、すごくちょっとあの空挺団大丈夫かなっていうのは正直思ってました。なんか俺もここにずっといるとそういう状況になっちゃうのかなとか当時はなんか思っちゃいましたけど、パワハラのラインもなんか、わかんないですね、パワハラ。結構自衛隊って難しいなって思うのが、やっぱレンジャー訓練とかって、普通に山とか行ったら、まあ今はやってるかやってないかわかんないですけど、蹴る、殴る当たり前じゃないですか。うん、そこはどうなんだとかいう話になると、レンジャーだからいいだろうとか、うん、そういうのも違うかなと思うんですけど、はい、でも自衛隊って戦うためのところなのに、うん、僕はありだなとは思ってますけど、しばかれてもしょうがないことしたなとか思うんで、自分でまだそういう世代だから美化するつもりはないですけど、危ないことしたり、うん、味方が死ぬようなことしたらぶん殴らないと分かんない、うん、微妙なんですけどね、これ。そうですね、うん、だ僕もそのレンジャーの時にあの殴られたりとかして思ったのは、なんか本当に崖、もう何十メートルの崖とかあるじゃないですか、普通にこれ落ちたら本当死ぬなみたいなところで普通にこう疲れてこうフラフラしてる人とかいるんで、だお前死ぬぞっていう意味でこうカツを入れたりとか、ね、寒さっていう意味でやったりとかしてるところもあったんで、そういうのを見るとそんなパワハラ感はなかったなっていうのは僕の中ではあったんで、それをなんか普通の訓練の時にやってたらまた全然違いますけど、今はあの変わってるかもしれない。殴られたらまあ仕方ないよな、自分がちょっと抜けてたなとかいう感じでした、ね、本当線引きが難しいですね。世の中がやっぱパハラパハラって言ってるから、やっぱり殴られたらとりあえず言ってやろうみたいな子もやっぱ少なからずいるので。そうですよ、指導する方からしたらとんでもないことになるから、流してる部分も多分あると思うんですよね、今教育上。確かに、うん、こうなってくると本当に自衛隊むしろ終わっていく、なんか教育が教育じゃなくなっていくし、学生が強くなる、うん、いやセクハラもとは多分そういう状況になりつつあるんですよね、多分。やってないのにやられたみたいに言ってしまえばもうアウトなんですよね、男子って、うんうん、この先永遠の課題というか、言った言わないとか触った触んないのも証拠がないことになってるんで、うん、はい、うん、そこがね、しかも証拠をじゃあ残すかってなるとまたね、ややこしくなるんで、うん、
ような感じですかね。はい。